敵だ。見ろこの無残な光景を。今の時代とは思えない荒さのテクスチャだ。ところどころロード中みたいな生ポリもあるし、カクカクだし、なんでこんなにおじゃなりなんだよ。ゲームの真似するなら真面目にやれ。よりによってこんな初見っぽい仮面作りやがって。なるほど、僕のちょうどいい、こういうことか。仕方ない、僕の実力を見せつけてやろうじゃないか。転校生 RTA だ。誰よりも早く攻略してやるぞ。一本だけだけど世界記録持ってんだ。怪人奏者の意地を見せてやる。出来の悪いゲームなら相応の攻略法があるってもんさ。特に 3D のゲームはありがちだけど、ポリゴンとポリゴンの隙間、そこから抜ければ道順なんかすっ飛ばして迷路を抜けられるわけだ。僕はレゲエから最近のまでやってんだ。だいたい隙間のある場所はわかる。この辺とかどうだ。念のため腕を持って。お、こら、足がガクガクしてるぞ。ハマった証拠だ。あ、この足の震え、なんかマッサージ受けてるみたいで気持ちいい。うわぁ、しまった、そこがないとこに入っちゃった。ゲーマーたるもの、制作者には敬意を払って。うっさい、いいだろ、なんでも。よし、まずは胸武器を取るために前進。3つくらい先のダンジョンで宝箱当たって戻ってきてレベル上げ。ザコとの実力差で適正レベルをある程度判断できるから、楽勝になったらボス倒しに行くぞ。